はい、どうも、ビタズファクトリー工場長ビタでございます。よろしくお願いいたします。ということで今回、映ってますのがソニーのサイバーショット DSC-W5 という機種でございます。こちらですね、まあ使ってみたんですけど、使ってみてああいいなっていう感じだったんですけど、一つだけ気になることがあって、なんか青空とか、まあ一面白の、場所、壁とか、撮るとですね、なんか模様が浮かぶんですよね。で、広角側では一切まあ気づかないんですけど、ズームするとそれが姿を現すんですよ。で、おそらくなんですけど、素子、撮像素子、イメージセンサーにですね、ホコリが混入してるということが考えられますんで、今回はそれの除去を、したいと思います。まあ番外編ということで、まあ修理というほどではないですけども、やって、それで本編、紹介に移りたいと、思います。まあ前編後編みたいな感じで別々でアップはしますけども、ということで、前までというか今までですね、持ってたカメラでも何個かあったんですよね。素子にホコリが入ってるものっていうのが。で、まあピントの関係なんですかね、ズームすると、姿を現すんですよ。で、まあジャンクカメラ買う以上ですね、まあそんなことはもちろん前提として、考えておかないといけないことなんですけど、まあ実際ジャンクカメラ大体8割型壊れてないものがほとんどなんですよね。っていうのもまあほとんど動作未確認ということで、バッテリーがついてないとか、バッテリーはついてても充電器がなくて電池が切れてて動作確認できませんとか、まあその手の、ものが多いですので、まあちょっと、お金は別途かかっちゃいますけども、予備バッテリーを購入するなり、電源アダプターにつないで動作させるなりすると、動くかどうかは確認はできます。まあそれでね、バッテリー互換品でも買って1000円とかぐらいしますけど、あれを買ってまあ動かなかったらちょっと残念ですけど、まあ大体動きます。で、こちらのですねソニーのサイバーショット W5、 これもですね、まあ最初は一切袋にも頑丈に閉じ込められてて、まあ何も確認できない状態です。で、お店によってはですね、まあ乾電池で動くものであれば電池を貸してくれて動作の確認というのもさせてもらえたりするところもあるんですけど、まあ僕が、買ったところはそういうことはできないお店だったんで、っていうのと、これ前のジャンク屋巡りっていうので、エプソンの L410 とかと一緒に、買ったんですけど、久々のジャンク品あさりっていうのでちょっとなんかまあ油断してたというか、まさかそういうことがあるとは、思ってませんでして、でまあ実際取りに行って気づくっていうことで、なんかそれがあってちょっと使わんかったかなって、もうちょっと使ってもよかったんですけど、なんかそれが気になって、やっぱり空とか撮るとまあ絶対に映り込みますんで、まあ残念やけど一旦ちょっとだけ使ってみようかなっていうので使ってきました。で、素子のホコリっていうのはですね、エアーダスターとかなんかカンカンのやつとかホームセンターやら電気屋さんやらで言ったら、置いてますけども、あれでレンズの隙間から風を当てて取り除くっていうのも可能かと思うんですが、まあそんなにやっぱりエアーの力がですね、足りず、ほとんど、まあ、意味ないことが多いんですよね。で、今までも、それでやってみて素子のゴミ取れなかったことがほとんどでして、で、まあ押してもダメなら引いてみろっていうことで、掃除機で吸い上げるっていうね、まあちょっと荒技を、使って今までは直したというかホコリを除去しました。なので今回も、同じ方法で除去してみたいなと、思います。で、掃除機なんですけど、まあ床を
床をこうスースーってこう履いていく、履いていくっていうか、なんていうんですかね、フロア用の掃除機もあるんですけど、それだとちょっとレンズの形に合わなくて、で、あの先っちょを外して吸い込んだりとかもできるかと思うんですが、うちのやつはですね、それができないんです。先っちょが外れないんですよね。なので、ハンディの掃除機を使ってやりたいと思います。で、ハンディの掃除機もですね、単体ではちょっとダメなんで、こういう風にトイレットペーパーの芯をですね、先っちょにひっつけて、これで吸い上げる、レンズをこうレンズにはめ込んで、吸い上げるっていう方法でやりたいと思います。で、まあこれやる上ではですね、もう故障してもいいっていう気持ちで、もしね、あの素子にホコリが入っててどうしたらいいもんかって考えてて、で分解して除去するのが一番かと思うんですけど、やっぱりレンズ周りって分解しちゃうと、まあ直すとき大変ですし、まあ本当に壊しちゃう可能性もありますんで、できるだけ避けたいんですよね。なので、これでやっていただきたいんですけど、まああの某サイクロン掃除機みたいな、メーカーさんが作ってる、本気の吸引力がすごい強いやつとかは使わない方がいいと思います。っていうのもレンズのですね、ズームの機構がいかれちゃうともうダメになっちゃいますので、結構レンズがちゃんと電源オンした時に伸びてこれない、何かしら内部に問題があって伸びてこれないとかってなると、あのズームエラーということで、まあ、基本電源入らなくなっちゃいますんで、なので、まあそれは避けていただいて、できるだけまあ、パワーが弱すぎることもなく強すぎることもないっていうものをですね、掃除機を選んでいただきたいなと思います。ではまずですね、最初にこちら、一番何もしてない状態ですね、一番最初に気づいた時の写真、どうぞ。というわけで、まあもうパッと見で分かりますよね、なんか黒い影が映ってますよね。で、今からちょっと吸い上げてやっていきたいと思います。では、番外編にはなりますけども、スタートしたいと思います。はい、というわけで、一旦、第一段階これで撮影して試してみます。はい、まだ残ってます、こんな感じです。では、第二段階いきたいと思います。はい、というわけで、これでおそらくいけたかな、どうでしょう、やってみたいと思います。はい、では、次の写真こちら。はい、どうでしょうか、影が完全になくなりました。ということで、大成功です。まあ壊れることなくなんとかいけましたね。ちゃんと AF も動きますし、よし大丈夫、よかったっていうね。まあほんまに壊れるか一か八かっていう、感じでやってます。まあ正直ホコリがね、あんだけ出てると、まあ使い物にならへんかなっていうところもあるんで、まあそれならダメ元で直してみようっていう、ことですね。というわけで、番外編修理というほどでもないですけど、素子の除去成功いたしました。でこのまま